インンターホン姉の話です姉には1歳になる子供がいてその子を連れて出かけようとしました夏でマンションの5階に住んでいたこともあって窓は開けたまま火の元や電気だけをチェックして玄関を閉じました 鍵を閉めた後も、そのままドア前で鍵を閉まったり、カバンを持ち直したり、しばらくそこに立っていました。そのうち、抱っこしていた子供が動かした手が、たまたまインターホンのボタンに当たったそうです。ピンポン。と、チャイムが鳴るのをどうと思うことなく、姉は聞き流したそうですが、 インターホンからガチャッと受話器を取る音がして一気に血の毛が引きドア前で固まったそうです。旦那さんは仕事に出ていて家には誰もいないはず。姉は息も止めて子供を抱きしめながらインターホンを見つめていました。が、 インターホンの向こう側からは最初の受話器が外れる音以外は何の音もしません。姉の家のインターホンは古いタイプだから電話型の受話器がついています。縦に壁へ取り付いてるため受話器を引っ掛けてる状態でとても外れやすいそうです。1分も経つと 姉も少し落ち着き、タイミングよく風か何かで受話器が外れただけかも、と思い直したそうです。それまで急にギュッと抱きしめられていた子供は、姉の緊張が移ったのか静かでしたが、腕の力が緩んだのでご機嫌になり、キャッキャッと笑い声を上げたそうです。 すると、インターホンからすぐに、キャーキャーと、声がしました。後で姉に聞いたんですが、その声は無表情で、老若男女の区別がつけづらい声だったようです。男にしては高め。 女にしては低めとしか言えないような声だったとかその声はただただ子供のあげた声の意味がわからないとでも言うように間延びしたゴビ上がりの声できゃーきゃーッキーと一音一音はっきり発音しそれをゆっくり 繰り返すんだそうです。姉は子供をきつく抱いて階段を飛び降り脇目も振らずに隣町の実家に車を飛ばしました。実家に着いて泣きながら震える姉にこのことを聞いてすぐに姉の家の近くの警察とマンションの管理人に連絡して弟が 姉の家に向かいました。警官が先頭になって入りましたが、家には誰もおらず、また誰かが侵入したり、部屋を荒らした痕跡も見られませんでした。インターホンの受話器は家に上がった時点できちんと壁にかけられており、指紋を採取してもらいましたが、姉と旦那さん以外の指紋は取れなかったようです。 インターホンの故障や電話のように混戦したのかもと業者に調べてもらいましたがインターホンに不具合はありませんでした以上ですちなみに姉はしばらく実家で過ごした後その家を引っ越しました未だに インターホンが怖いそうです。 ある蒸し暑い日の夕暮れ時、俺は二階で昼寝をしていた。ピンポン、ピンポン。誰か来たようだ。俺以外家には誰もいないし、めんどくさいので無視して寝ていた。するとまた、 ピン,ンピンポン、ピンポン。ピンポン、ピンポン。と、しばらく一定のリズムをつけつつ、鳴り続けるチャイム。んだよ、押しつけえな。一体誰が来たんだよ。 と2階の俺の部屋から玄関をそっと見ると白っぽい服を着た40歳くらいのおばさんが麦わら帽子をかぶったおそろいの白い服を着た女の子を連れてチャイムを押しているようだった「最近流行ってる子連れの勧誘かなんかかたぐめんどくせえなまあでもとりあえず出てやるか」 と思い、下に降りて玄関を開けると、誰もいない。だよ、もう行っちゃったのか。早えな。もう一回寝ようと、再び二階の自分の部屋で横になった。すると、ピンポン。ピンポン。 また鳴った。窓から見るとまたあの親子。何なんだ一体。俺は半分切れ気味で下へと駆け下りた。その間もずっと一定のリズムで鳴り続けるチャイム。玄関のドアをバーンと開けて怒鳴りつけようとした。 が、誰もいない。ドアを開ける直前まで確かになっていた。隠れる場所なんてどこにもない。どんなに足が速くても、一本道の突き当たりにある家から見えなくなるはずがない。しばらく、ポカーンと、 その場で立っていると、ピンポン、ピンポン。目の前のインターホンに誰もいないのにチャイムが鳴り響いた。俺はダッシュで家に入って鍵を閉め、部屋のカーテンをして、布団に入って震え続けた。 それからしばらくチャイムは鳴り続けた。もう一回窓から玄関を見下ろすことはどうしてもできなかった。次の日の朝、親に叩き起こされた。あんたに手紙、女の人から見たいよ。と。 ニヤニヤしている。新聞を取りに行って見つけたらしい。白い封筒で名前は書いてない。なんでこれで女だってわかるんだよ。と、とりあえず開けてみると、綺麗な文字で、何かがあなたの家へ入ろうとしています。 とだけ書いてあった。訪ねてきた。 夏の出来事。俺が学生の頃に住んでいたのは、東側と北側に道路がある十字路の角地で、南向きに建っているアパートだった。二階建ての8世帯あるアパートで、東の道路側、一階の端の部屋に住んでいた。 周りは民家よりも畑が多く、数年前から縦売りがぽつぽつ立ち始めたような郊外だ。ある夜、しょっちゅう俺の家に来る友人と二人でいつものように飲んでいたら、ピンポンとインターホン。まだ十時ぐらいだったので、 他の奴が遊びに来たのかと思って確かめもせずにドアを開けた。そしたら3歳くらいの女の子が立っていた。こんな時間に子供と思ってとりあえずどうしたのかなと聞くと泣いていて何を言ってるのかわからない。 そしたら、奥から友人も来て、二人で子供の名前を聞いた。まるくみ。くみちゃんっていうのか。いくつおうちはどこ子供が苦手な俺に代わって、友人があれこれと優しく聞いてくれた。 しかし、子供相手じゃ容量を得ず、二人で、どうする警察に電話しようか。と、そんな感じで玄関先で数分やっていたら、急にその子が十字路の方へと走っていった。あれと思って見てみると、十字路のところに、 お母さんらしき人がいた。女の子と手をつなぐと、お母さんはこちらを振り向きながら頭を下げて行ってしまった。俺は友人と、こんな時間に変なの、とか、人騒がせだよな、とか言い合って飲みの続きを開始した。 それからしばらくすると友人が。でもさ、さっきの変じゃね何があの親の顔見えたうーん、あんまり。でも、そのジュジロの街灯って結構明るいよな。普通だったら、服装とか顔立ちとか。 俺の部屋の玄関からなら、はっきりとわかるはず。北に玄関があって駐車場。その角の十字路の街灯だから、玄関先からあの十字路まで、十メーターもない。なのに、俺と友人の記憶では、あのお母さんは、黒いフィルターがかかったような、ぼんやりとした印象で、顔はおろか。 服装すらわからなかった。そしたら、また友人が。お前んちのインターホン、あの子の身長で届くかそれにこんなに暑い中、やけに厚手の長袖の服着てなかったかと、ここで二人して怖くなった。 俺の借りていた部屋のインターホンは普通よりもなぜか高い位置についていた。背の高い友人がかがまなくていいと言っていた位置だ。しかも季節は夏。それから何日かして夕方帰宅した時に 郵便受けに候補を入れに来たアパートの大家のじっちゃんに会ったあの日のことが気にかかってじっちゃんにあの、この辺に〇〇さんっていうオタクってありますかと聞いてみたそしたらうーん、この辺にそんな人はおらんと思うよああでも 七八年くらい前にそこに家があってね、そこの人が〇〇さんだったよ。借金か何かで一家心中して五六年前に取り壊したんだ。小さい子がいたのにかわいそうだった。という。そして、大家のじっちゃんが指さしたところがあの十字路の角だった。 俺の住むアパートとちょうど斜めの位置にある草の生い茂った空き地だった。このことを友人に伝えると地元出身のやつにも聞いてみようって言うんで違う学部の地元のやつに聞いたら俺のアパートのあたりで一家心中があったのを覚えていた。もしかして 地元では有名な話かよ。って、友人と市の図書館で新聞を調べたら、マジで記事があった。しかも、女の子の名字も名前も一致していた。あの日、俺ん家に来たのはなんでなんだろう。どうして夜中でもない時間に、 今となっては忘れられない学生時代の思い出だが、あの日以来何があっても借金の保証人にはならないと誓った。 はい、ということで、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です、えー。今回は、インターホンに関する怖い話を3つ読ませていただきました。うーん、いやー、どの話も怖かったですね。うん。2話目の話は、ね、誰が手紙を入れたんでしょうね。 まあ僕がちょっとイメージしたのが、まあ近所にめちゃくちゃ霊感が強い女性がいて、あの家なんかやばいもんが入ろうとしてるなと思って、なんかこう手紙を入れたのかなっていう感じに思ったんですけども、なんかこう直接介入したくはないけど助けたいなみたいな、ね、そういう感じの手紙なのかなと思いました。 うんそれか、幽霊側がね、あの、あの、自己申告で、あの、これから入りますっていう、これから入ろうとしていますっていうので手紙を入れたのか。<laughs> いや、まあ、そんなことはないと思うんですけど。ね、多分前者の方なのかなとは思うんですけど。まあ、どうなんでしょうね。うん。インターホンといえばね、あの、僕が前に住んでいたマンション、あの、 の入り口に、まあ、そのオートロックのゲートみたいのがついててでそれであの部屋番号を押してでその部屋の人があの鍵を解錠するボタンなのみたいなのがねあの部屋にあるんですよでそれを押すとあの入り口のゲートが開いてあのマンション内に入れるっていう、まあ、そういうシステムだったんですけど 前に住んでいたマンション付近は本当に不審者の方が多くてですね。まあ、駅近かったからっていうのもあるのかな。まあ、いろんな人が来るっていうので。あと、居酒屋さんとかも多かったんで、酔っ払ってる人とかも多くて。まあ、本当に不審者みたいな人がね、いたんですけど、その、毎晩ではないんですけど、一時期、その、 本当に怖かったのが深夜1時ぐらいにですね、そのインターホンがピンポーンって鳴るんですよ、僕の部屋のね。で、誰だろうと思って、そのカメラがついてるんで、見てみたらもう全く知らないおじいちゃんが <laughs>、もう顔面めちゃくちゃこうカメラに近づけて、ああ、みたいな酔っ払ってる感じで <laughs>、いや、誰このおじいちゃんみたいな。そういうのがね、本当に一時期続いていたことがね、ありますね。<laughs> あれは怖かったですね。で、その、ビデオとして残るんですよ。ね、それが。だ一時期、その、履歴に、その、おじいちゃんのその、顔ばっかなって。<laughs> わけ、わ,けわかんない、これ、みたいな。なんなん、この人、みたいな。まあ、なんか、まあ、多分、僕の部屋以外にもやっていたのか、うん、それで通報されたのか、なんなのかわかんないんですけど、あの、一時期、 そういうのがあって、でも、ぱったりと、そのおじいちゃんはいなくなったっていう、こともあったしね。えー、まあ、本当に、まあ、今はもう引っ越したんですけど <laughs>。まあ、そんな自分に合った出来事を思い出しながら読ませていただきました。はい。はい。えー、ということで、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 はい、えー、そんなこんなで今回もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございましたこの動画が少しでもいいと思った方は是非評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたしますいつも本当にありがとうございます、えー、そしてこの動画の概要欄には、えー、今回お話を読ませていただいたサイト様の URL、えー、そして僕の LINETikTok インスタ Twitter の URL 貼ってありますのでよかったら是非チェックしてみてください はいえー、ではまた次のお話でお会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい